ゃに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 ゃ。なんか青く光っている。こう豪傑が巻いた気がするんだけどな。お、いるいる。溶岩のかけら、少年、行こう。アイちゃん来てくれたね。ここがあのドラゴンのハウスね。俺らが言っても足手まといだけど、結末は見極めたい。おお、冒険軍は今日がいるね。じゃあちょっと、よだれが。おお、みんなそんな強くもない。いけ、さあ見たれ。戦う。あ、結構耐える。あ、女王様と呼び。おお、ダメだ。そしてこのでっかい人、お前のその胸にあるやつ、ヤダの鏡じゃないの？メガトンケールです。メガトンパンチです。うん、爆裂剣。ついでに俺殴るのやめて。見た、痛いじゃないか。超痛いっす。えほい。なんかないかな。愛の鞭。お前怪人系だろ。これが愛の道よ。効かねえ。せいやさん、なんかいい魔法ないかい？メラゾーマとかないのかい？バギクロス。痛い。はい、マルジナさんはサミダル。あれ、まだ赤にもなってない。強いぞこいつ。バンパンチ、マッスルポーズ。魅了された。いいね、ムキ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 。いいよ、ムキムキ。もう女なんかいらない。男の方がいい。バギクロース。あ、気のせいでした。ワンタン。どっち？金属地。あ、あっちか。あっちが作業場っぽいな。じゃあまずこっちか。いい、いいんだよね。ここクリアしたら、あの金属地で多分叩くんだ。あー、このマップ見たわ。討伐モンスターリスト。あと4、5、6、6体。6体まだです。ん？窓ハンド？っていうか、ブラッディハンド？大きな角を持った乗り物で突進すれば壊せそうだ。あれ、なんか色違い。あれ、油まみれになったメタルハンド。ちょっとザキはやめて。それはやめて。ちょっとそれはやめろって。バッチリ頑張れ。正直ね、俺よりもお前らの方が詳しいだろっていう AI の方が。あ、やっぱメタル系なんだこいつ。メタル忘れたっていう。メタル系？おお、一応当たる。はい、じゃあ入れ替えだ。神、お前は確かメタルあったろ。です。ベホマスライムはやめろ。
ザキはやめろ。死んだ、逃げた。そう、メタルウィングそれそれ。でも1か。メタル忘れちゃったよ。よし、これベホマされる前に蘇りください。なんと蘇った、ザキメタルウィーン。ベホマスライムを、ベホマスライムを倒すんだ。まずこれ倒しとかねえと。一戦好き、お前は一戦好きだ。あ、立てー。リフォーマされたらせっかく与えたダメージが。だからまずベホマスライムぶっ殺して。よし、ザキ大好きだな。アルビン、そろそろか。もう5ぐらい与えたよね。よし、あと2か3ぐらいだろう。くそ、当たんねえ。一戦好き、当たんねえ。そろそろ逃げられそう。俺も死ぬ。やったぜ。あれ、経験値が35,000。俺の経験値は まさかマドハンドのメタル系が出るとはね。ザオリク、もうちょっと早く。17ポイント。お、ベオマスライムは宝箱、超万能薬じゃ。だが残念ながら戦闘が終わると復活する。ぬるくなったもんだぜ。こんなレベル上げしなくてもポンポン上がりすぎじゃねえかな。とりあえずね、バックメガドルロックだな、あれメガドルロック。え、これ燃えてんの、もしかして。あって、おっす、ほらメガドルロック。いや、もう一人で出てきてどないすんねん。メガドルしたら終わりじゃん。でっか、アニゾーン、フェイスコーン。メタル切り忘れたばっかりだから一致って。さみだれつバレちゃう。お前もまだだな。1エミーメタルってダジャレ。チャインストール買った。70。マルティナさんは何をするのがいいんでしょうね。バッチリ頑張れ。誰だれ、こいつは硬いだけだね。ギガブレイクとか低いんじゃない？60か。でほい。魔法はやっぱ効かないんだ。ダメージ飛んね。サミダレ。ベギラマ溶けちゃう、溶けちゃう、溶けちゃった。エビメダル3900。エビメタ、あちちちあちちち、炎の樹木、あ、いた、乗れるやつ。お前だ。
ジャイアンストー神のメタル狩り用に片付けとこう。主人公と神のダブルゾーンでね、あのメタル系に確定ダメージがあった。ロー、アルティナ、レホイムですわ。マロンナイト、ヤバサキ、あんま強くねえ。呪いの霧、呪われりゅう、結構呪われた。まあいいや、バロンナイト、のろのろ、やっぱメタルだな。さすが乗り物、ノーダメ、ノーダメもあり。バッカラバコーン、マグマの石じゃ。これか、ノーノー、小さなメダル、最初はここだけです。一番上まで戻らない。やっと当たった。エビちゃん。なんかいい倒し方ない。どうやって呪いって続くの？あ、会心出たら一発だ。会心のさみだれ好き。呪いはその戦闘で終わりじゃないんだ。グレイグは、あんたは身の守りあげとけ。身の守り20アップ。さすが盾。押し直った。炎も食らわない。右が行く道だけど、一番初めに壊せるのがあって、ちょっと戻ってこない。カットポイントかもしれません。くっそ、当たり判定。あれだよ。すごい。レギラマン。斜めに打つから。やぶらい。もうギガスラッシュいらないレベルだな。お、タガメナゴじゃないか。マグマの石、これ何に使うんだろうね。マグマ装備を作る。マグマ装備って何だろう。当たり判定がでかくて、あ、逃げていく。よし、見て、マグマの杖装備じゃん。ここか。攻撃魔力が超上がるが、回復魔力もそれなりに上がる。攻撃力も上がる。もうステッキいらんねえじゃん。ただ両手杖だから盾が装備できなくなるからな。マグマの杖ってイオラだったっけ。もう窓ハンドは逃げる。よし、オッケーだな。お前ちょっとでかすぎる。カサカサカサ。イエーイ、砕けた。メガダルロックは砕け散ってしまう。
あのでっかいやつは突っ込んできた。バロンナイト。バロン。いけマルチナさん、いつものサミダメです。そして私はギガスラッシュなら一瞬で回復。追加のダメージ、へちょすぎ。生きて。覇者の剣そんなに弱かったっけ。あ、早くたなってるのが強いんだ。ゾンビキラーリンでなくて、もうすぐボス戦だな。いきまー、いるわ、地下。あ、宝箱。賢者の聖水4個、使えと言わんばかりの。痛いよ、痛い。罠を仕掛けようぜ。あの狩人が有馬様だなんて信じられないよ。しびれ罠使おうぜ。捕まえられそうだけど。いつも言ってた、里を守るためにはどんな困難にも立ち向かわなくちゃダメだって。うんちゃん頼むよ、有馬様解放してあげて。おお、命令させる。だから早いよ、ガードクラッシュ。ちょっと一回もこっち回ってこずに一人死んだら笑うわ。デビルモード。フバージャ、フバーハかける2でいくから、セーニャはスクルトかな。いや、ピオリムだな。ピオリム。わしは、フバーハじゃ。ふ、ナイスカジ。これのダメージがこっちを、ほら全然食らってる。もうちょっと回復に回ろうかな。さっきと同じぐらいの強さだったら余裕だよね。ロケットが飛んでるからムーンサルトがいいダメージ出るんじゃないかな。405、わしはゾーンに入ったぞ。癒しの雨じゃ。炎の戦術、ダメージを与えれるものなら与えてごらんなさい。物理はやめろ。ちょっと会心はやめろ。これは死んだかな。はい、死んだ。オーバーキルはやめろ。ひどーい。最近よく死ぬな。わしはザオリク覚えとったかの。ザオラルまでじゃな。ザオリク覚えてたな。ルカに聞く。はい、ルカに。はい、聞く。はい、せいちゃん、ザオリク覚えてたよね。確か。さっき覚えたよねっていうか。はい、ザオリク。ヒットポイント完全回復。バフが消えちゃうのかな。あれ完全じゃねえのザオリク。痛恨食らったら即死じゃん。やめてそういうの。痛えなおい。私は攻撃しかしないわ。これめちゃ効くんじゃない。あ、なんでそんなミスんの。で、ほい、マルチナオ。来ると。バーハでいいよな。
二段階アップだよね。バーカじゃん。あれ一段階。やめてー。氷結乱撃。すごい。リアブレイク。まあまあ。次のターン、ベホ、まあ、先ベホマラーしてる。はい、ベホマラーでーす。和紙の連携はユグノワの子守唄じゃ。メタル系の魔物も眠らせるという。おお。ルカニを重ね掛けじゃ。注力ダーン。来て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 。縦にしといてよかった。全部俺。お前俺のこと大嫌いか。レベルモードが解けてしまう。氷結乱撃2回で終わんだろう。おい、俺自分回復しとくわ。これもバイキルトかけてマルティナさんに次殴ってもらったら終わる気がする。マルティナさん、わしゃる王子。ふばは重ねがけ。二段階アップじゃないんだな、バーハは。期間期間。こうばらけたら余裕。これがドラゴン斬りの力。310。お前も殴りなさい。こいつで決めるぜ。氷結乱撃。すごい。1111だって。楽勝ですな。21000。ローのレベルが上がった。セーニャのレベルが上がった。15、メリメリ増える。シルビアのレベルも上がった。はい、った。セーニャ、もう30いくつもある。戦慄の効果アップかな、次。ロー。いっか。いっか。うぅ、腹パンだ、腹パン。腹パンをするんだ。は、張りましょう。近寄るでない。様子がおかしい。あれは一体。ヤタの鏡。どこからともなく声が聞こえる。終わりだ、悪しき我流を。ヤタの鏡の力の前に滅するがいい。ヤタの鏡、ちっさ。おっす、おら、ハリマ。ハリマ様。おかんは、元の姿に戻ることができた、礼を言う。外からヤタの鏡を照らしてもその光は届かなかった。寄らせてくれたおかげで体内にあったヤタの鏡の力が発揮されたのだ。しかし何故や。なんだと。長く狩猟になりすぎたらしい。私の寿命はもう尽きるだろう。早っ。最後に一つ頼みを聞いてほしい。八役に伝えてくれ。これで里は救われた。そしていつまでも幸せにと。
そんな、おいらここで狩りを見つけた時、みんなを騙してたヤク様を許さないって思ってた。でもおいらが母ちゃんを生贄にしたくなかったみたいに、ヤク様も家族を守りたかったんだよね。ヤク様もおいらと同じだね。悪いことしたとこも、家族が大好きなとこも。里に帰ろうよ、アンちゃん。みんなに報告しなくちゃ。カリーはもう出ないから。そうか、人食いカリーを退治してくれたか。もう二度とカリーに襲われることはねえんだな。母ちゃん、無事でよかった。許してちょうだい。佐渡の民とはいえ、あんたを生贄にするなんて。私は誰も恨んだりしないわ。もう一度この子たちを抱けるんだもの。それだけで私は幸せよ。ヤク様は生贄だと言ってわしらを彼の餌にするつもりじゃった。あの女はわしらを騙してたんじゃ。信じていた王様に裏切られ、わしらを導く者は誰もいない。どうなるんじゃ。おかしいの、みんな。大人なのにどうして自分のこと自分で考えられないの。人食い狩りを退治できたのはここにいるアンちゃんとやっぱりヤヤク様のおかげだよ。ヤヤク様のしたことは許さないけど、ヤヤク様がいなかったらこの里はとっくに狩りに滅ぼされてるよ。ヤヤク様はずっとずっとおいらたちに悪いと苦しみながら心鬼にして生贄を出していたんだよ。おいらたちを縛るものはもう何もないんだ。英雄も神様も助けてくれないけど、これからはおいらたちで頑張っていこう。今英雄が助けてくれたじゃない。ヤヤク様とハリマ様の秘密はみんなには言わないことにする。二人はずっとこの里の英雄さ。すぐには無理かもしれないけど、自分たちの力で里を守るよ。おいら大好きな里だから。狩人を沈めし者、トロフィーゲッツ。